ヤッホー、今日もゆりなは。でも今日はね、じゃそれこそ昨日マジ早く寝るわっつって、ほんまに24時ぐらいに寝たんですよ。マジで頑張った。24時ぐらいに頑張って寝て、で今日結構寝た。8時ぐらいまで寝た。8時前に起きたけど、まあまあ四捨五入して8時にしよう勝手に起きて、だから結構寝たんちゃうかなって思って、まあ8時間弱は寝たから。しゃ、昨日やっぱ2回公演してたからやっぱ疲れててんなと思った。普通に頭も使うし、まあ動いてもあるし、多分初日だったから緊張してたんもあるんやろうな。自分が結構疲れてたっぽくて、そう、早く寝れました。24時をこう越さなかった気がするな。うん。マジ今日も2回です。今日も2回公演で、もう昨日来てくれた皆さんありがとうございました。はい、いいよ。あれなかったやっぱり。うん。あったんかい。ほんまや。ねえ、買ったわ、そういうの。そうやろ。そう、だからめちゃくちゃね、今日も2回公演です。昼と夜と。頑張ります。三ツ矢ちゃんさ、めっちゃサラサラなヘアなの。やばいよ、うちなんか。自分これ寝起きやけど、寝起きですらこんなサラサラやのんなって思うんやけど、もうやばい。アイロンでもう、むっちゃアイロン当ててくれとんやん。ベーシーっつって、もうやばい、もうやばいよ。あのね、ほんとサラサラとかじゃない、マジで絹みたいな、もうおーみたいな。ちょっと伝わってないやろな、劇中で。マジでもうほんとびっくりするサラサラなの。触ってほしい。もうやばいよ、もうツルツルーみたいなっていうぐらいサラサラなんですよ。今日はゆりなちゃんのファンどれぐらいあるかな。なんかさ、ゆりなすごいさ、あ、すごいあのあれだなって思ったのがさ、今までうちらペンライトなんてさ、まあ大人数だからさ、正直さ他のメンバーと色かぶりとかもしとったりとかしてさ、まああれだなって思うことあったけどさ、こんな少人数で活動したことないからさ、こんなペンライトの色って分かりやすく人気が分かるんやと思った。やっぱさ、少数でやっとるアイドルさん方もう男女問わず結構残酷やなと思いましたね。なんか今回のやつで思って、そうだって、あかりさまにさ分かるやん、その人数比が。え、すごいすごい。昨日のそのライブパートとかあって、まあ、私青なんですけど、まあ、紫って公式に出てるんですけど、もう青で紫だと被っちゃうから和田垣ちゃんとと思って、青って言ったんですよ。あのリバースだっけで言ったんですけど、そう、なんか本当に、あ、すごい少数で自分の自分のカラーあるのってめっちゃいいし、分かりやすくてめっちゃ理想送りやすいなと思った。同時に、あ、こんだけ人がいない、自分のファンがいないことってすっごい分かりやすいなと思って。なんかうちわだと正直さ、もうそこまでパッと見で分からんじゃん。よく見たら、あ、いるねいるねいるねみたいな、まあそれ正直少なくてもあんまり感じなかったんですけど、色ってなるとすっごい分かりやすい、すごい分かりやすい。青いペンライトいっぱいあった。うん、一番なかった昨日はね、青がね、あ、やばい、あ、通販頼んだやつだ。え、マジごめん、あ、もうほんと始まっちゃったそう、
って感じでしたね。何話してたか忘れちゃったけど、あ、そうそうそうだったんですよ。そっちで宅配来ちゃったけど、でもよかった、このお姉がおる時間で、まあおらんくても受け取ってもらいたかったけど、うん、いや分からんよ正直。そうだからさ、まあね、そうなんですよね。ねえ本当に、まあいいんですけど、全然それは自分が悪いっていうことで、っていうかもうなんか悪いっていうか、もうそれはもう自分の現実として受け入れないといけないので、もう来てくださった皆さんにレッスンを送って、いやーみたいなね感じでやっております。今日もおるんかな、人どうかわからんけどおったらいいな。ただな、平日やからな今日、あれ平日やんな今日、平日やで、いやー水曜じゃない、人来るかな昼公演、そもそもにって感じ。そう、青いペンラ、紫のペンラ振ると和田がきちゃんかと思っちゃうから、私全然見てない青やと思ってるから。そう、まあでもね、楽しいわライブって、やっぱりライブって楽しいですね。やっぱり良いですねライブってね、楽しいですわやっぱ、ね、若干傷つきつつも楽しかったわあ全然おらんなとか思いながら、まあでもね、全然おらんなんてことなんて、この10年もやっとけばね、そんな初めてのことじゃないからね、なことでどうにもなれやせんけども、慣れたし、そんな人がおらんなんて、人が少ないとかね、もう今まで何十回も何百回も経験してきたようなことやから、もう全然あーおらんなー、えいって感じだったそう全然もう、そう、え、何買ったかそんな知りたい、別に何でもええやん何買ったかそんな知りたい、普通に服ですよ、服アイドルはメンタルらしいよ、そりゃそう、もう本当にそうだと思うよ、アイドルはマジでメンタルだと思う、メンタル弱い子はねちょっと難しいかもね、そのやっぱり楽しいこととかそういうこともいっぱいあるけど、でも正直人にのほとんどは辛いことの方が多いからね、基本辛いというか悔しいとかそういうことの方がやっぱり多い、まあ、特にうちらみたいな大人数で活動してると、選ばれる選ばれない、これはもう常につきものだから、もう選ばれないたんびにへこんで、それが蓄積して、まあ正直ねんーってなっちゃうメンバーもいるから、ここは本当に難しいところだと本当に思います。
しますよ。そんなそんなそんな全然全然もうね、アイドルできるうちはアイドルを楽しんでおかないと心底思います。そんなね、一生続けられる職業ではないからね。今続けられるこの今を楽しんだもん勝ちだなと思い生きることって大切だと思う。まあでもね、舞台についてマジで何も言えんのにね。だって昨日始まったばっかだからマジネタバレにしかならんのよね。何言ってもそこが難しい。このさ、舞台のさ始まった期間にさ、この配信してる時にさ、なんか舞台の話しないのみたいな言われるんだけどさ、いやいやめちゃくちゃネタバレ、いや言いたいねんけどめちゃくちゃネタバレ、何も言えないんだよっていつもなるんだよね。そうそうなの。だから舞台期間ほどマジ他の話しかできんのんよ。めちゃくちゃネタバレになるからまだ見に来てない本当大仙集落までさ、ちょ海老名までちょっと開くからさ、海老名で初めての人もいるから、そうだからね、あのね、なんで喋らんの言われても、うん、毎回思うねんな。そうなんか、なんで全然違う話してんのみたいな、舞台話せんのみたいな言われるけど、いやしたいねんけど、したらあの来てへん人がめちゃくちゃネタバレになるけん、それはちょっと言えないよねみたいな公表されとるもんしか言えないよねみたいなね、なっちゃうんだよ。だからいつもそういう舞台のこの期間こそ違う話をしてるんです。あ、パンフねもらったんだよ、うち昨日ね。もう買ってくれた人いるか分からんけど、おーよ、はい、じゃーん。これ私、あで後ろこんな後ろ姿だね、みんなの。これ私サラサラロングヘア、これ私、ちなみに私青いカラコンつけとりやす、実は。パンフレットです。まあよかったら気になった方はぜひゲッチューしてください。他にもプロマイドとかいろいろあるのかな。確かね。いや刀剣あるよ多分、全然全然刀剣あると思う。昼夜ともに全然刀剣あるよ。調べたら全然ね、あのあるってなる。うん。ミニライブは本当にミニライブですよ、マジで。だってミニライブはそのなんていうんですかね、ミステリーキスとしてやってるんですよ。だからミステリーキスの持ち歌しかやってないっていうか、ミステリーキスの持ち歌分しかやらないので本当にミニライブです。ミステリーキスの曲の、そうだからまあフル尺っていうか、もともとある尺分、劇中だと本当一瞬とかをあのちゃんとワン曲分っていうだけであったので、そうだから本当にミニですね。ペンラの色捨てたの、いやないですね、全然何色でも。
そう、曲数がそもそもないんですよ、ミステリーキスって。で、あの曲によっても尺も全然違いますし、曲の尺の長さ。そうなんですよ。え、っていうか全然話は変わるんですけどさ、オリックスの由伸投手やっぱ行っちゃうんだね。オリックス、オリックス、私全然さ、それこそもう忙しすぎて野球全くもって情報をね収集何にもしてないんだわ。だけどなんか記事みたいなの見た、行っちゃうんですよね。悲しい。そうオリックスが、いやでもなんか宮城選手、宮城投手とかすごい責任を感じてるっていうか背負ってるものがでかいなっていう感じのコメントのやつは見たな、なんか。ねえ、でなんか噂によるとさ、サチヤ投手もさ、なんかどっか行くのみたいな、どっか行くんかな、セリーグ来るんかな。いやでもなんかこの間じゃない、その阪神が勝ったじゃんけじゃなくて、その2日目かの試合のやつとかもさ、すごかったよね、めちゃくちゃ。なんか私 見れてたから見たんだけどさ、いやマジでやばいよ、プレッシャー、あのプレッシャーさ、マジであのプレッシャーさ、いやなんかあのプレッシャー抱えながらマジで戦ってる。だって一個上よ私の。でさ、宮城投手なんて私の3つ下で、あそこのさ、あそこのプレッシャーのさ感じで戦って、しかもすごい責任感じな、泣いてたのかな、なんか泣かれてたみたいな見たけどさ、いやなんか本当になんか自分より年下の人たちがこう頑張ってるのを見るとさ、まあ本当に自分って余裕だなとかって思っちゃうの。まあ、正直さ、頑張ってるとかさ、その人によってさ度合いって違うじゃん。 A 子ちゃんはこれぐらい頑張れるとしても、 B 子ちゃんがそれを同じような頑張れるというか、そう同じようなわけじゃないじゃん、メンタルというか、まあ、そもそも能力もね、まあ、違うのは当たり前なんだけどさ、だからまあそれを比べるっていうのはよろしくないけど、まあ自分はね、なんかそのね、そう思うとさ、なんかとかさ、まあ、AKB とかもそうだけどさ、こうなんかそれこそね、自分らの同期で、まあ、後輩とか、あ同期で後輩、同期で年下のさ、まあ、ゆいゆいとかもすごい背負ってるプレッシャーとか大きいわけじゃん。もう今回のシングルセンターでさ、まあ、武道館も 3Days やったりとかして、なんかそういうのを見てると、まあ、自分はそういうプレッシャーに当てはまったことが、まあ、正直なくて、まあ、そういうなんかこうね、期待をされるってい こう枠に入ったことがないから、そういうプレッシャーっていうものは感じたことはないんだけど、いやでもなんかすごいなって思う。なんか、ああ自分はやっぱ全然すなってやっぱ、って思いますね、正直。すごいなと。まあ私も私でだいぶ結構しんどかったっちゃしんどかったんですけど、なんかこのもう予定が詰まりすぎてて、なんか休みがないっていうか、なんか寝不足がやばくて常に頭回ってない状況で、なんかとりあえずやってますみたいな感じだったからさ、日々がなんか全然自分が辛くなかったわけではまあ ないんだけどね。そうそうそう。でなんか今回の武道館はさ、全然やったことないような曲とかがすごい多かったからさ、あれだけどさ、すごいなと思うよ本当に。しかもまだ体調崩してないっていうこのやばさ、
みんなさ周りさ結構熱出したり風邪ひいたりとかさ咳出てたりとかめっちゃしてたんだけどさ、それをさ一緒にいたけどもらわずにさ、あの過密スケジュールを私こなしてたんだと思ったら、本当にやっぱ私って強いんだな本当に。あははやべえ自分やべえ自分マジやべえ。ただ問題なのはこれが終わった後なんよこれが終わったら一段落してよっしゃとりあえず乗り切ったで人間って熱出すから、あの疲れたか疲れちゃっててねもうで出すから、なんかそこがねとりあえず一番あのマジで気をつけないと、気を張り続けても気を張り続けることって結構しんどいからな、なんとも言えないんですけど、でもめっちゃ気張ってるんだ、張ってたんだと思う。もうここでなったら終わりだっていうのをさ、舞台のもメインキャストだからさあれだし、もう本当にめっちゃ手洗いうがいとか超気をつけられることは超気をつけたし、プラスアルファ自分もめちゃくちゃ気張ってたし、だからもうとりあえずこの舞台終わった後が寝込まないように本当に気をつけないとマジでね、怖い怖い。でもねこの鉄人っていうかマジで本当寝込まないし風邪ひかないしだとね、何が辛いかってあんまり人から心配されなくなっちゃうんだよね。なんか弱い子ってさ大丈夫大丈夫ってなるんだけどさ、そうなんかもう強いとさもう大丈夫、まるまるは大丈夫でしょうみたいな、寝込まないでしょうみたいななっちゃうのね。ははは、それでもいいんだけどさ、そうなんかいや大丈夫でしょこの子はみたいな、休まないし寝込まないじゃんみたいな、強いでしょだってみたいななるんだよね。強いわけじゃないんだけど気にしてて気張ってるだけであってね。でもね、なりがちマジで、あるある待ち5分経ったからショールーム終了にするわ。私もうちょっとしたら行かなきゃ。じゃあみんな今日もシアター千住で待ってるよ。刀剣もあるだろうから遊びに来て。ぜひぜひお待ちしておりやす。ランキング読んじゃいます。13位マサさん、4808さん、12スガさん、11ニューネームさん、チェイマサトさん、キュアキコさん、ハチオカヤンさん、ナナシンドさん、ヨクイサムサさん、今日のお昼公演楽しみにしてるね。おいお昼お待ちしてます。5位はヤマさん、初日お疲れ様、楽しかった、つかみがもありがとう。4位地道な走り屋さん、おーい。舞台土日旅の全公演行く予定だってね、ありがとう。3位食べ過ぎ飲み過ぎの、今日も頑張っていってらっしゃい、ありがとうございます。2位ミスター社交辞令さん、そして今日の第1位はナーラボさんでした、ありがとうございます。というわけでこの後私も、行ってメイクしてふうふうふうつって、もうパパパパマジメイクしてさ、髪入ったらマジでさもうこうやから、もうバタバタやからマジやばい、着替えて着替えてみたいな。そういつもメイク時間がいるんだったってさ、結構ギリギリなんですよね入れるのが。だからいつもねメイクしたともうバタ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 みたいな感じでね、バタバタと今日も 日が過ぎ去っていくことをだろうと思っております。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。今日も頑張ってきます、2回公演イエーイじゃあまたね、バイバーイ。